やったね。ナイス。待ってて、私たちもそっち行くから。そっちは無事か。この通り。でもどうしよう、この部屋出られないみたい。あー、聞こえるかね。北条。どうだね、私の実験場ドラム、すなわち世界の最先端の居心地は光栄に思いたまえ。私の大いなる仮説の検証に君たちも貢献させてやろう。は？準備が整い次第第三研究室の扉を開ける。あ、いや、そこにいるならちょうどいい。準備の方も手伝ってもらおうか。有益なデータを期待しているよ。準備だ、あの野郎。何を勝手に。無視して先に進めない。奴のことだ。都合のいいデータが取れるまでここから出す気はないだろうな。はあ、研究室って言ってたよね。さっき上で扉を見た気がする。行ってみる。手助けできないぞ。気をつけてな。うん、分かってる。俺たちはここで待ってる。何かあったらすぐ通信だ。いいな。了解。クラウド、大丈夫かな。様子ずっと変だったよね。うん、でも心配ないよ。それよりティファは？え？平気だよ。第三研究室ってここかな。扉開きそうにないね。どうにかできないかな。調べてみよう。だね。ありがとう。行ってくるね。
から行こう。ここが出口？北条博士、嫌い。
で決める。大丈夫？助かった。やったな。クラウドたちの状況は？第四研究室の扉を見つけたところだ。開けるには中央端末まで戻る必要があるが、あの場所からは行けなかった。こっち繋がってるかも。うん、調べよう。私の出番だな。動いてない？まだ逃がす気はないということか。ほんと嫌な感じ。残るは第四研究室のみ。あとはクラウドたちに託そう。輸液確認、輸液確認。該当エリアのサンプルテストを開始します。大丈夫だよね？うん、クラウドに報告しよう。うん、エレベーター見つけたよ。そうか、よかった。でも今は使えないの。多分北条の仕業。奴の思惑通り第四研究室へ行くしかなさそうだ。こっちで操作したから扉は開いてるはず。分かった、そこで待機してくれ。じゃあ研究室の扉まで戻るか。ウェッジのやつ、すっかり待たせちまったぜ。ああ、お前、懐かれてたな。かもな。あいつ、結構人見知りだぜ。ああ、同類だ。いざって時は頼りになる。ああ、同類だ。
か。そうでなくてはな。データは一通り揃った。検証を次のステージへ移すとしよう。やった、動くみたい。これも罠？エレベーターは安全。そっか、そうだね。しないね。音がする。なんだ、幽霊が。こっちから鍵がかかってるんだ。開けてあげよっか。揃ったな。さっさと抜け出して屋上へ行こうぜ。向こうにエレベーターがある。ん？動くかどうかは北条次第だが。